とんでもねえ傷跡だな。戦場でか。いや、生まれつきだよ。呪われた子だと呼ばれていた。呪われた子。この後は魔法でも治せなくてね。周りの人間から不気味がられ恐れられたよ。私はとある貴族の落とし子で、八つになるまで境外界の地で暮らしていたんだ。だがその貴族の跡取りがいなくなると、私はその家に跡取りとして迎え入れられた。幸い私は魔力も高く、世界中魔法も物珍しがられた。しかしそこでも私の顔は忌み嫌われてね。さらに義理の母からはひどい虐待を受けた。子供の頃の私には地獄のような日々だったよ。おめえも苦労してんだな。だがそんな中、ユリウス様と出会った。あの方は私の見た目など気にせず、その力のみを見てくれた。君、今の魔法は何て言うんだい？世界中魔法です。世界中魔法？なんて雄大で荘厳な魔法なんだ。すごいね。何より君の優しさが全てを守ろうとしているような素晴らしい魔法だ。君、ぜひ魔法騎士団に入りなよ。嫌かい？いえ、嫌じゃないです。魔法騎士団なんて考えたこともなかった。でもこの顔じゃ。何も気にすることないけどね。え？本当に気にすることはないんだけど、君が気になるというのなら、それならこのマスクをあげよう。ユリウス様、これはあまりにもダサいです。渾身の出来なのに。嬉しかった。この人のためにグリモワールを捧げようと思った。どこかで聞いたような話だな。